1番人気は1番日本の誇り銀シャリボーン、2番人気アメリカ最強馬ハリウッドリミジン、イギリスのジラフも注目されています。全馬ゲートイン、体制完了。スタートしました世界最強決戦。まず飛び出したのは1番人気無敗の三冠馬、1番銀シャリボーイ松岡雅美、続く3番直線番長ピカピカのチョッパーハンドル、さらにフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン女性ジョッキー高一点、中央位置アメリカからの刺客4番ハリウッドリムジン2人乗り、2馬身離れて6番サバンナストライプはシマウマ、その後ろ5番バーニングビーフ、これは馬なのか、やや首の長いサラブレッド世界最強、7番ジラフキリンではない、大きく遅れて最後尾8番ハリボテレジー、こもった掛け声が聞こえる。さあ混戦模様のジャパンワールドカップ各馬大ダウト、ここでハリボテ壊れた、中身が出てしまった、大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく、先頭変わらず銀シャリボーイ日本、内からピンクフェロモンも上がってきている。最終コーナー先頭1番銀シャリボーイ、続く2番がピンクフェロモン、そして3番直線番長も出てきている、さらに外から4番ハリウッドリムジン、内側5番バーニングビーフ、後方に6番サバンナストライプ、そして7番ジラフからペンキの匂い。さあ最後の直線と大外ジラフが大興奮、銀シャリも立ち上がった、ピンクフェロモンはすでにバーニングビーフの上、ボディが伸びるハリウッドリムジン、戸惑う直線番長、ジラフ来た来た来た、すごい首すごい首、並んだ、そのままゴール、どうなった、リプレイ、首を伸ばすジラフ、あー動物好きのエドワードお坊ちゃんが今長い廊下を渡って、ただいま、僕のペットは首長サラブレッド、黄色い網目が透けている。確定しました、1着7番ジラフ、2着は花さで直線番長が入りました。シネマ競馬でした。次は競馬場で会いましょう。首を大切に。